だな。6、8、今日はこんな感じで、夜はこれでバーピーやります。このトランプ使って364回。1、13、2、まあ、モチベーションとか上がらないときはこういうメニューもいいかもしれないですね。5、12、右が効くな。6、10、まあできれば前半にでかい数字やりたいですね。
もちょっと高いんか。4。7。しびれんなこっち。7。2。10。2。ちょっとパンプしてきたかな。12。12。だよ。6。半分ぐらいいったかな。6回。まあディップス強い人にとってはこのメニューは3イージーかもしれないですね。僕はディップス弱いんでちょっと聞いてきました。3。4。13。11。まあこのペースだったら結構効きますね。13。
つ聞いた今の。8。7。呼吸が上がってきました。11。もうちょいかな。熱っ。11回聞いたな。3回助かる。まあカードの出る目によって多分その日のきつさが変わるようなメニューですね。13戻ったか。聞いてきた。4回張ってきたっすね体が。4。12。まだおるわ。聞いた。12回。はい、助かる。2回。しんどくなってくるとテンション上がってきますね。2回。左が使えてないな。6回。6。9。8。9。8と9ばっかやな。張ってきた。あと1。いいね。ちょっと休憩やな、これで。11。まだ F だおるか。よいしょ。
あ、ラストや。10からなりました。10回、ラスト。これ終わったら、364回のディップスが終わりです。まあこんな感じでね、どうかな、パンプしてますかね、こんな感じですね。まあという感じで、オープニング撮ってなかったな、まあいいわ。トランプ使ってますね。まあこれジョーカー抜いてるんですけど、全部足すと364回。まあゲーム感覚っていうか、カード引くから、なんていうかな、その回数をやらないといけないという思いで、モチベーション上がらない人かはいいかもしれないですね。もしくはディップスが苦手な人にとっては今のメニューでも相当効くと思います。僕はまあ聞いたんですけど、僕もディップス弱いんですけど、聞いたんですけど、この感じやったらまあ30分40分したらある程度回復してるかなっていう感じでした。時間にして15分ぐらいで終わったかなっていう感じです。では、さよなら。